長野県高藤高等学校は、長野県に那市高藤町小原にある、公立高等学校。長立高藤実業補修学校として、1926年に創立され、その後幾多の変遷を経て1949年に、組合立から県立に移管された。県内で、初めて推薦入試や構成、選択単位制を導入するなど、先進的な取り組みを行っており、 普通科の中に進学コース、芸術コース、福祉コース、情報ビジネスコースの4つのコースがある。1984年度に高藤城市公園内にあった本高校舎が老朽化し建て替え時を迫られた際、稲市などから稲市東部への移転を打診されたが、高校がなくなると地域が錆びれるとの当時の高藤町及び長谷村の強い要望を受け、 旧高等町内に泊まった。その関係から、両町村との強いパイプを有し、本校の IT 化、コース制導入時に協力費等が支出された。上司公園の濃岩桜が咲く時期になると、駐車場として、校庭を土日に限り無料開放している。また、駐車場になっている期間の週末には、芸術コース音楽専攻の生徒によることの演奏を、披露している。 江戸時代の高等藩の藩抗新徳館の拓与、白親の実学の精神を教育方針に据えている。交渉、ありがとうございます。